るの？ありそれ。どうしたの？そのポーズ。これはね、新衣装のためのポーズなんだけど、今はまだ考えてる途中なんだ。へえ、新衣装のポーズね。あ、そうだ、リサ姉も考えるの手伝って。私？いや、私そういうセンスはちょっとないからな。大丈夫、アコがポーズを取るから。インスプレーションで、いいかを判断して。それを言うならインスピレーションでしょ。決めるのはいいけど。え、どうしたの、リサね。まだ衣装がどういうのかも決まってないんだから、ポーズを考えるのは早いんじゃない？言われてみればそうかも。アコは気が早いからね。そんなことないよ。備えあれば失敗なしだよ。備えあれば憂いなしね。まあ確かにそうかもだけど。あ、アコはどういう衣装がいいの？まず背中に翼が生えててね。翼？うん、こうブワーって感じの翼が生えてるの。ブワー。想像するとなんかすごいね。えへへ、かっこいいでしょ。それでね、それでね、両肩にトゲトゲがついてるの。トゲトゲ、それってどんな？こう3本生えてて、真ん中の1本だけが長いの。そうなんだ、1本だけ長いんだ。あとはね、やっぱり色は黒ベースで、体のラインが赤なの。へえ、もう想像を絶する凄さだね。でもアコが言う衣装だとさすがに演奏できなそうじゃない？そっか、確かにそうかも。かっこいいんだけどな。まあかっこいいのかな。でも、じゃあどういうのがいいんだろう。そうだな、具体的にはないけど。アコあんまりファッション雑誌とか見ないからな。じゃあさ、今日の練習終わりに一緒にお店に行ってみよっか。リサ姉と一緒に？もちろん。お店に行って参考になりそうな服を探してみようよ。面白そう。アコ、リサ姉と一緒にお店に行きたい。じゃあ練習が終わったら一緒に行こう。約束だよ。約束約束。